さんこんにちは。今日は慶応義塾の創設者福沢諭吉のお話をしたいと思います。福沢諭吉の神訓、心の戒めでしょうか、神訓というものがあるそうです。ネットで出てきました。世の中で始まります。全部世の中でがつきます。世の中で一番楽しく立派なことは、一生涯を貫く仕事を持つこと。尺八、一生涯吹けますからね、楽しいですね。一番惨めなことは、人間として教養のないこと。はあ、はい。一番寂しいことは、する仕事のないこと。なるほど。一番醜いことは、他人の生活を羨むこと。そうそう、コムソーは他人と比較しないんでしたね。比較してはいけない。一番尊いことは、人のために奉仕して決して恩に着せないことです。はい、わかります。一番美しいことは、すべてのものに愛情を持つこと。愛情。ほう。一番悲しいことは、嘘をつくことです。これがね、福沢諭吉の神訓として、よくお土産物なんかにありませんか、タオルに書いてあったりして。でも福沢諭吉はこのような神訓を書いたことは一度もありませんでした。私も知りませんでした。あの一休さんの意思と同じですね。一休さんが最後に残してくれた遺言ね、本当に困った時に開けなさいよ、本当に困った時に開けて、さあお宝が出てくるかなと思ったらば、ただの石ころ、大丈夫、心配するな、なんとかなるさと書いてあった。これも一休さんがこんなことを遺言残したなんて記録は一切ありません。後世の誰かが、最近の誰かがですね、こういう石ころを作って商売して儲けてると。でも福沢先生も一休もそんなことはいちいち目くじら立てる人ではありませんでした。一流の人は腹を立てない。今日のテーマ、一流の人は腹を立てない。そうか、私も一流を目指して腹を立てずに今日も一日頑張ります。ではまたこの続きは。